飛び出せ青春や俺は男だなどの青春学園ドラマに欠かせない存在だった。女優の田坂美恵子さん、大きな瞳の笑顔がチャーミングで、当時多くの男性から大人気でした。 G メン75夜時代劇の大江戸捜査網でもその可憐な姿を拝見していました。主役ではないにせよ、あれだけの出番があった田坂さんですが、最近では全くお姿を見かけません。どうされているのか気になったので調べてみることにしました。本名も田坂美恵子さん、1952年6月13日生まれ、山口県萩市の出身で、最終学歴は日本橋女学館高等学校を卒業。調べてみると、田坂さんの活動期間は1965年から1998年の33年間となっていて、現在は芸能活動はされていないようです。名バイプレイヤーとして活躍した田坂さん、中学の時から劇団日本児童で演技を学び、1966年に日活映画3匹のメス猫で主演の少女時代を演じ女優デビュー。以降はテレビに活躍の場を移します。70年代すすめ青春、俺は男だなどの青春学園ドラマでレギュラーとして生き生きとした演技を披露しています。他にも NHK の大河ドラマ龍馬が行くや七瀬再びや俺たちは天使だなど、ジャンルを問わず人気作品に多数出演しています。中でも田坂さんといえば、ドラマ俺は男だ、少女漫画が原作の俺は男だが放送されたのはウーマンリブが叫ばれていた時代で、女子が強い共学高校を舞台に、男子を頑張れと言わんばかりに、森田健作演じる小林が剣道同好会を立ち上げると、対抗心をむき出しにしたのが、早瀬久美演じるキャプテン吉川のバトン部。ことあるごとにいがみ合うバトン部と剣道部。実は、それはお互い関心のある証拠。だから、ドラマのキャッチコピーは、女と男のユーモア学園だとか、ちょっとよくわからない感じですが、何度も再放送されていたこのドラマ。こんな学校生活だったらさぞ楽しいだろうな。いつもそう思いながら見てました。そんなバトン部の副キャプテンが田坂さんでした。副キャプテンの秋元京子は、吉川キャプテンと対照的に男子にも優しくて、森川翔太さん演じる下級生とデートしてみたり、小林くんの遠縁の女の子が訪ねてきた時も実家の喫茶店で相手をしてあげたりする、とっても明るくて気立てのいい可愛い女学生、ハートを持っていかれないわけがないですよね。これ以降も青春学園ドラマに欠くことのできないバイプレイヤーとしていつも彼女の姿がありました。しかし80年代に入ってからは状況が一変。理由は分かりませんが、徐々に出演が減っていきます。そんな中、1984年日活映画「私の中の娼婦」では、妖艶な演技でアダルト路線にも挑戦しています。青春ドラマ時代からのファンを驚かせたのもつかの間。1990年代末には、ひっそり引退されているようです。最後に出演したのは1993年7月10日に放送の土曜ワイド劇場道の奥湯煙殺人渓谷でした。それにしても不思議なのは、それ以降の彼女の足取りが全くつかめないこと。ただ1998年に発行された映画年鑑1998にはまだ田坂さんの連絡先が記載されていたそうです。東京都新宿区にあるコスモプロジェクトに所属して、当時まだ45歳だったという彼女ですが、突如2001年には同社の公式サイトから田坂さんの名前が削除されていたのです。おそらく結婚して幸せな家庭を築くために引退したのだろうと思っていました。当時ネット上では、田坂さんが結婚した夫は俳優の村上弘明さんだという噂が流れていました。
調べてみたところ、実はそうではなく、村上さんの奥さんは田島美恵子さんという女性で、定人は元水着キャンペーンガールで、グラビアや写真集で活躍した元タレントでした。名字が一字違いでの誤解だったのです。ですので、田坂さんの引退は結婚が理由だった。ということでもなさそうなのです。田坂さんの引退後の動向については、その後も様々な憶測が飛び交います。東京都目黒区西小山のカラオケスナックで飲んでいたなど、彼女を知るファンの目撃情報がツイートされることに。田坂さんはお酒を飲むことが好きだったそうですから、あり得る話ではあります。ただ、根拠のある情報は一つもなく、消息不明。というのが本当のところでした。時が経ち2012年1月、映像の二次使用を目的に著作権処理を行っている、ある組織が行動を起こします。映像作品の出演者の行方不明者リストに、田坂さんの名前を記載して、本人と親族を捜索し始めたそうです。すると、想像もしない答えが返ってきたのです。翌2013年6月16日のこと、女優の坂本美香さんがオフィシャルサイトで、田坂さんが、同月11日にこの世を去っていた、ということを明らかにされました。享年60歳という若さでした。にわかには信じられないような。驚愕の知らせを知ったのは、坂本さんが、ある女優と会食中に、田坂さんの話が出て、その時に所属事務所の社長と共に、彼女の訃報を知ったのだそうです。それまでの1、2年は、社長も連絡がつかず、心配されていたということですから、2011年までは、何らかの連絡はついていた。そう思うと辻褄も合いますから、それ以降で何かがあったということでしょう。でも未だに詳細は不明のままですから、ひょっとすると今もどこかで生きているのではないかとさえ思います。坂本さんの情報では、田坂さんは今神奈川県小田原市の明泉寺に眠っているそうです。そして人知れず無縁仏として埋葬される田坂さん。明るくて大きな瞳でチャーミングだった人気女優が、どれだけ孤独な晩年を送ったのか想像すると、諸行無常を感じずにはいられません。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？トンネルズの皆さんのおかげですの。我が青春の1ページというコーナーで、セーラー服を着て懐かしの女子高生を、楽しそうに演じていた姿が、今でも忘れられません。人の人生とはわからないものですね。田坂美恵子さん、どうか安らかにお眠りください。合唱。